はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝川直樹です。今日は中学受験算数基礎講座、食塩水の大詰めです。前回面積図 ねやらないとできないっていう問題ありましたけど、ね、この面積図でできない問題はね、これね、面積図がね好きだっていう人ね、まあどっか塾通っている人で面積図で教えてもらってるって人はまあ面積図でいいんです。ただね、関西の方はね結構ね天秤法っていうのを教える人が結構多いんですよ。で、まあ天秤法っていうのをちょっとやってみますから、ね、まあもしも、なんかこっちの方が楽そうだなとかね、気が合いそうだなと思ったら、こっちでもやってみてください。さあ、じゃあ早速やってみましょう。20% の食塩水が 300g あります。これに 12% の食塩水を何 g 加えると 15% の食塩水になりますかという問題なんですけど。これはね、前回は面積図書きましたけれども、今日は天秤っていうのを書いています。天秤はわかりますよね。まあね、物理でね、やっててね。これは1本の棒がありますと。ね、で、20% の食塩水 300g を、これね、20% の食塩水 300g をぶら下げるんです。ね、でここに上が濃度ね、下に重さをね、食塩水の重さを書く。でそして端に、もう一つ加える 12% の食塩水を、書くわけです。ね、12% の食塩水がこれ何グラムかわからないわけです。はてなグラム。で、支点をこの、15% の食塩水ね。まあ、なんていうかな。混ざってほしいね。結末ね。だここね、12と20ですから、15っていうとこの辺ぐらいですよね。ここは 15%。ね。で、じゃあどうやって解いていくかっていうと、さ、15から20っていうのはこれ支点までの距離ね。20-15 で 5% でしょ。で、ここ、12から15の支点までの距離は 3% でしょ。だから支点までの距離は5対3なんですよ。で、5×300 は3×4ですよね。物理の、右の支点からの距離と、重さ。左の支点からの距離と重さ。だから、5×300 は3×4g。1500。3×4。四角は1500÷3。500g。ね。500g だってやる。まあ、ここ5対3ですから、逆比ですから3対5ですよね。って考えてもやっぱり 500g になる。ね。じゃあもう一つ。やっぱり天秤でやってみます。12% の食塩水が 400g あります。これに 8% の食塩水を何 g 加えると 9.6% の食塩水になりますか?さあ、ゆっくり天秤書いてみます。さあ、まず横に棒線1本引っ張って、12% の食塩水が 400g。さあ、左の端に 400g。で、12%。右の端に 8% の食塩水。でも、ここはわからない。さあ、そして支点 9.6% の、ね、ここは支点になります。でこの辺かな。9.6%。さあ、そしたら支点からの距離は 12-9.6、2.4% です。ね、9.6-8、支点からの距離 1.6 です。ね、で、2.4 対 1.6 は24対16ですから、簡単にすると3対2。
ここ3対2です。そして支点からの距離かける重さイコール支点からの距離かける重さですから、3かける400は2かける四角、1200は2かける四角、四角は1200割る四角に 600g になります。ここね。でこうやっても不思議とできるんですよ。これが天秤法ですね。ここちょっとね、これね、面積図のままですいませんでしたけど、もう一回よく復習して好きな方をやってくださいね。まあ両方できるようになってもね、理解が深まると思いますから、これはね、このテクニックを知っているっていうことが非常に強いアドバンテージになると思います。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。今日は最後までご視聴ありがとうございました。